どうも、愛嬌です。今日はですね、ホンダの CB125R の試乗インプレッションをしたいと思います。以前ですね、兄弟モデルの CB250R のインプレッションをさせていただいたんですけど、その時動画の中でですね、兄弟モデルで CB650R と CB1000R がありますっていうような紹介をしてしまったんですけど、今回紹介する CB125R が抜けておりました。大変失礼いたしました。こちらの点はですね、コメント欄でも指摘していただいた方がいてですね、とても助かりました。ありがとうございました。でですね、この CB125R なんですけれども、 125cc ではあるんですけど、 250cc 並みの車格を持ったバイクということになります。登場したのは2018年なんですけれども、2021年にはですね、モデルチェンジをして OHC のエンジンが DOHC になって出力がアップしております。今回はこのフルサイズの 125cc のスポーツバイクの魅力を少しでもお伝えできたらと思いますので、動画を最後までご覧ください。まずは CB125R の足つきをチェックです。僕の身長は164cm、 CB125R のシート高は 815mm です。実際にまたがって足をついてみると、両足の場合はつま先3分の1程度、片足ならばべったりつきました。正直意外に足つき悪いなっていう感じだったんですけど、車両重量が 130kg と軽量なので、またがったまま取り回しするのは楽でした。それでは CB125R の装備をチェックしていきたいと思います。ヘッドライトとウインカーはこちら LED ですね。フロントフォークは倒立タイプになっています。豪華ですよね。でフロントブレーキがシングルディスクに、なんと4ポットキャリパー ABS が標準装備。全体的に豪華ですね。水冷エンジンなんでね、ラジエーターがついてるんですけど、 125cc なんですごいコンパクトですね。エンジンは単気筒の 124cc エンジンが採用されています。今回から OHC から DOHC に変わったということなんですけど、外観ではちょっと分かんないですね。マフラーは腹下に膨張室を抱える形ですね。エンドの部分にね、ちょっと飾りがついてるぐらいで、サイレンサーもね、共通となってる感じですね。リアブレーキはシングルディスクにシングルポットキャリパー、リア側もね、ABS は標準装備になっています。テールのユニットとウインカーも LED が採用されています。引っ掛けフックが引っ掛けやすいように、ステップのところの指定が工夫されてますね。タンデムシートは鍵で開閉できる形になっています。シート下はこんな感じ。ヘルメットロックがついてないんですけど、このワイヤーでね、ヘルメットがかけれるようになってるみたいですね。左の集中スイッチはこんな感じ、右のスイッチはこんな感じですね。ハンドルはファットバーが採用されてますね。握るところは 22.2 パイになっています。メーターはフルデジタルですね。シフトポジションインジケーターとか燃費計も表示されるメーターになっています。タイヤは前後17インチ、フロントが 110mm、 リアが 150mm の幅のタイヤを採用してます。とても 125cc とは思えないですよね。CB125R の試乗をしていきたいと思います。よいしょCB250R のインプレント機にね、すっかりこの末底のですね、 CB125R のことを発言するのを忘れていたんですけれども僕ね、バイクパーツメーカーに勤務してた時に、この CB125R とか CB250R のパーツに関しては結構ね、携わったんですよ。その時にリアキャリアとウィンドスクリーンはね、 CB125R と 250R 共通で作れたんですよね。だからまあちょっと見る限り、どこまでこの 125R と 250R が共通なのかっていうのはちょっとわかんないんですけど、フレームとかはね、結構同じなんじゃないかなって個人的には思ってます。まあ、少なくとも肉厚とかは違ったとしても、まあ、寸法とかはね、あんまり変わらないんじゃないかなと思うんですよね。ということで、今回はですね、この CB125R の魅力をお伝えしていきたいと思います。CB125R と 250R は、
リアタイヤが同じ幅のタイヤを採用してるんですよね。で、さすがに 125cc のエンジンで同じ幅のタイヤをつけちゃうとちょっとね動きが重くなっちゃうんじゃないかなって思うんですけど、全然そんなことなくてめちゃくちゃ動きが軽いですね。で、これなんで動きが軽いのかなってちょっと考えてたんですけど、これね多分ギア比の問題だと思うんですよね。このバイク 125cc なのに6速なんですよ。だからねギア比がすごい加速重視になってて、アクセルを回した時のエンジンの突きがめちゃくちゃいいんですよ。少し開けただけでブワッてこうエンジンの回転が上がるので、この元気のいいエンジンとねギア比のおかげでリアタイヤが太くてもなんか重さを感じないんだと思いますね。 125cc のマニュアルのバイクっていうのはやっぱ他の排気量だとちょっと使えないような高い回転で公道を走れるっていうのが一つの魅力ですよね。やっぱバイクが好きだとエンジンの音とかマフラーが好きな人って多分多いと思うんですよ、まあ、もちろん僕もそうなんですけど、そうするとこうエンジンをガーって開けた時のエンジンのね高回転の音っていうのは結構ね好きな人多いと思うんですけど、250とかでもうエンジンバーンって回転させちゃうと一速でねもう制限速度とかいっちゃうバイク結構多いと思うんですよね。一速はないか、二速くらいまでかな。だからなかなかちょっと高回転を使う機会っていうのはないと思うんですけど、 125cc のマニュアルだとね結構ね高回転使えるんですよね。ちょっとねもうちょっとしたら使ってみたいと思いますよ。あっちはこれ 125cc のバイクじゃないっすね。まあ、っていうか僕も含めて 125cc のバイクってほぼスクーターのイメージですよね。であってもなんかモンキーとかグロムっていうイメージだと思うんですけど、まあ、こいつの場合前後17インチをつけてる、もう本当に 250cc とほとんどサイズが変わらない 125cc なわけですよ。とタイヤもでかいしスイングアームも長いし乗り心地が抜群にいいですよね。これもズル、これズルだな。 125cc でツーリング行くんだったらこれが一番楽に決まってるわ、絶対間違いないですね。結構ね6000回転ぐらいまでズバーンって回転が上がって、その後もねトップまでギャーってすげー軽々しくエンジンが回っていくんですけど、まあ今ねこの幹線道路を走ってて6速で、60キロで巡航してるんですけど、5000回転ぐらいですね。でレッドゾーンが1万1000回転付近からなんで、もう超余裕ありますね。これすごいな、もう安定感がやっぱり 250cc の車格なのでもう抜群なんですよ。で下道はやっぱりね出せるスピードが限られるじゃないですか。そんな中で 250cc の車格 125cc の軽快さなんでもうね超快適ですね。これは下道に限定した旅とかでやるんだったら本当に無双のバイクじゃないですかね。最近だとねこうバイクの開発チームの中に音響解析なんかが入っていることも増えていると思うんですよね。でなんかマフラーとかねエアクリーナーの吸気音とかを最適化してこうライダーのテンションが上がるようになってやってくれてると思うんですけど、一応、まあ、プレスリリースとかちらっと見た限りではそういったことはこの CB125R は書いてなかったと思うんですけど、この6速で巡航している時のエンジン音とマフラー音すごく心地いい音がしますね。ブレーキはフロントはシングルディスクに4ポットキャリパーに ABS ですからね、もういちいち規格外。もうこのバイクは本当にいちいち規格外なバイクだなと思うんですけど、まあ気量にしたらね。でもブレーキねとっても使いやすいですね。なんか握れば握るほどギュ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 ッと効く感じで、いわゆるこう SS っぽい感じのガキーンと効く感じでもなく効くので、すごいね使い勝手がいいですね。おまけにこうマニュアルなんでね、うまいことグリッピングしてギア下げながらブレーキかけてあげると本当に使い勝手がいいですね。で ABS 標準もありがたい、まあ、あとはトラコンかな。最近 125cc のスクーターとかでもねトラコンが入ってくるバイクが最近出てきてますからね。多分ですけど CB250R とかにトラコンが入ってくるタイミングでこの CB125R もラインナップにあればトラコン追加されるんでしょうね。 CB125R の高回転をね聞いてもらおうと思います。うわー1万1000回転2速で1万2000回転うわー70キロでちっちゃい、60キロ道路なんでねこれ以上はダメなんですけど、
どうっすか、もうたまらんしょ。やっぱりバイクのエンジンっていうのはもう高回転に回した時の音がたまらんすよね。でこのシフトポジションインジケーターの左上っていうか真ん中の上のところに、もうこれ以上回すんやったらシフトを上げないといかんよっていうね、なんかアラートボタンみたいなのがあって、アラートメーターか、白い光がねチカ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 って映るんですよね。それを見たらもうシフトアップしなきゃダメだよっていう証拠なんですけど、いやー気持ちいいな。2速までは結構デッドゾーン手前ぐらいまでは使えますね。たまにやっぱりねこんぐらいちょっと回したくなっちゃいますよね。 250cc とかあったら絶対無理っすもんね。でもこのやっぱ音がね、やっぱバイクはいいっすよ。こうエンジンのね音ってすごく気持ちよくなる分っていうのはありますよね。今6速で5000回転ちょっとぐらいでこうねずっと巡航してるんですけど、もう本当にずっと走ってられんなってぐらい気持ちいいですね。なんか 125cc のアドベンチャーとかねあったら面白いかもしれないですよね。なんかずっと走ってられるしでも、まあ、さらに言うとこれ150でもいいような気がするな。まあ、ジクサーの150とかもあるし、こいつも150にしてくれたら高速も走れてもっと面白い気がするんですよね。エンジンのポテンシャルとね車体の剛性とかの感じはもうそのまま高速走っても絶対走れんじゃねえかなと思うような感じですね。ちょっと下道なんでねあんまりスピード出せないんですけど、これ多分だけど高速走ったら最高速は100キロ以上出んじゃないかなと思うんですよね。で実際問題まあ100キロ出す人は出すでいいんだけど、僕なんか割と疲れちゃうから走ってる時は80キロで巡航してることの方が多いし、それ考えたらね全然このバイク高速走れるなと思うんですよね。排気量ちょっと上げた日にはもっと無双になるんじゃないかなと思うんでね、こう CB125R、150R とかで出してくれたらねなんかもっと面白いような気もしますね。足はまあまあ柔らかくて乗り心地は悪くないですね。で 125cc とかだとやっぱね販売価格の兼ね合いとかもあるんで、ダンパーのねちょっと効きが弱かったりする車両も結構多いんですけど、 CB125R はきっちりダンパーも効いてますね。これ多分ですけど 250R と共通なんじゃないですかね。すごく性能のいいサスペンションだと思います。なんかフロント周りにすごい剛性感があって、多分こうフロントが倒立のサスペンションを使ってるからだと思うんですけど、ね、ものすごい安心感があるんですけど、ハンドリングもねすごいニュートラルな感じで全く癖がないですね。だから街中なんかね本当に走りやすいですね。ハンドルも結構切れ角あるんでね、こう U ターンする時とかも本当にやりやすいし、でエンジンがねこう低速低回転の時に全然ギクシャクしないんで、なんだったらね3速とかで10キロ以下になってもそんなにギクシャクしないんですよ。あんまり過信するとねエンストしちゃうと思うんだけど、でも本当に扱いやすいですね。線道路を外れて街中を走ってたんですけど、今走ってて気づいたんだけどクラッチがすげえ軽いですね。リリースとか見る限りアシスト&スリッパークラッチとかはついてないと思うんですけど、でもねめちゃくちゃ軽いです。やっぱ 125cc だからね軽いんだと思うんですけど、やっぱこの後アクセルに対してエンジンの吹き上がりがものすごい軽いんで、右手もね左手もね操作が軽いっていうか、まあ、左手はクラッチが軽いし右手はアクセルのこの回す動作がそんなにガッて開けなくてもしっかりギャーってこう反応して加速してくれるんで、すごいね右手も左手も楽ですね。はい、高回転チャレンジ、1万1000回転、1万回転どうすか、やっぱ超いい音だと思うんですよね。でこんだけ回してもねそんなに振動ないんですよ。すごいっすよねやっぱ次世代型のエンジンっていうのは。で今日1日試乗しててですねやっぱ気づいたんですけど、これさっきみたいにガーって回すとねもうアドレナリンドッパドパなんですよ。やっぱいい音するしね、なんか早く走りたいみたいな気持ちがすごい出てくるんですけど、まあスクーターって僕の試乗でも何回か言ってますけど、例えばリードみたいに気づいたら結構出ちゃってる系と、なんかクロスカブとかハンターカブみたいにトコトコ走るのが気持ちがいい系と結構ね二極化すると思うんですよ。でやっぱこのマニュアルのフルサイズのバイクだと
自分も走りたいように走れるというか、早めに今なんかもう6速入れちゃってるんですけど、6速で幹線道路走ってる時なんかはもうなんかねすごいまったりと走れるんですよね。でそれでいて結構下のギアを使ってガンガン回転回してる時なんかすっげーギャンギャン走りたくなるんで、これいいですよね。なんかとことこ走りたい時はもう早め早めにギアカシャカシャカシャカ上げちゃえば6速までギアがあるからまったり走れるし、でもっとギャンギャン走りたければ低いギアでギャンガン回せればいいわけだから、この辺はねやっぱりいいですよね。今回の試乗での燃費はリッターあたり43キロでした。まあ、125cc クラスのスクーターと比べると数値的にはいいんですけど、まあ、正直もうちょっといいんじゃないかなって期待してた部分があったんで、あれこんなもんかっていうのがあるんですよね。まあ、ジクサ150の燃費が結構良かったんで、まあ、150であんだけ燃費良ければ125では燃費もっといいのかななんて思ってたんですけど、意外と伸びなかったですね。まあ、高速走れないっていう部分もあるとは思うんですけど、ただもう一個の要因としてはおそらくこれ加速をすごく滑らかに気持ちよくするためにギア比的にかなりね加速重視に振ってるからだと思うんですよね。結構アクセル回すとすぐにかなり高回転まで上がるようになってるんで、まあそれが災いしてというか、まあ、気持ちよく走れるんだからしょうがないんだけど、まあ、回転がやっぱガン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 上がっちゃうのでその分燃費的には悪くなってるっていうようなところだと思いますね。ただこのバイクタンク容量は10リットルなので、まあ、リッターあたり43キロ走れば430キロ連続航続距離としては走れることになるんですよ。まあ、原付き燃費としてはもうこれ以上ないくらい十分だし、非常に優れた数値であることは間違いないと思います。はい、というわけで CB125R の試乗に行ってきました。まあ、走行中も少しお話ししたんですけど、最大の魅力は二面性を持たせられる点っていうところかなと僕は個人的に思います。まあ、どういうことかっていうと、まあ、結構ねアクセル開けるとレスポンスがすっごい良くて勢いよくエンジンの回転が上がるんで、こう高回転を維持しながら走るとめちゃくちゃ気持ちいいし、アドレナリンとパドバなんですけど、これを早めに6速まで上げてあげるとすごいね穏やかに走ることができるんですよ。6速とかでこう幹線道路を60キロとかで走ってる時はもうすごい穏やかな気持ちでね、安定感もあるんで走ることができるんですよね。だから、まあ、試乗するまでは 125cc に6速なんかいらないだろうとか思ってたんですけど、いや 125cc と6速の相性は意外といいなっていうのを今回の試乗で感じました。今回の動画が少しでも参考になったという方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。あとコメント欄開放してますので、今回の試乗の動画でわからない点などありましたらコメントいただければ必ず返信させていただきます。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。